ちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ナイツの花輪です。はい、よろしくお願いします。いやー、ちょっと嬉しいですよ。出たかったんですよ。本当ですか。本当です、本当です、本当です。これ、ジャイアンツのユニフォーム着てますけど、はい、僕、てっきり、はい、DeNA のファンだと思って、横浜の。ごめん、全然。あれ俺の間違いかな。U字工事の福田君が DeNA のファンなんですよ。僕一回もテレビで DeNA ファンって言ったもん。ちょっと待ってください。芸人で大体ジャイアンツファンって言うと守り入ってんなっていう感じ。だから僕はするんですよ。嘘つく必要がないので。いやもうそうそうそう。巨人ファンなんですよね。いつからですか。僕は小学校4年ジャイアンツの選手で誰が活躍してた時代。もう松本さんとか正さん、はい、青井稲妻、はい、あと原田さん、はいはいはい、岡崎さん。じゃあ僕らの世代がめちゃくちゃ見てました。ジャイアンツのファンってなん、あの魅力って何ですか。いや、あのね、千葉に住んでたんですよ、子供の頃は。それで、後楽園しかなかったんですよね、親に連れてってもらうとこが。まあ、僕、いやいや、そんなことない。まあ、あるんですけど。いっぱいあるじゃないですか。でも、子供の時に、一回目に行ったことあるんですよ、後楽園球場に。はいはい。その時に、なんか後楽園球場の、なんかこう、椅子に挟まっちゃって、僕。3歳ぐらいだったんですけど、なんか椅子の下にこうやって、ああこの下に、ね、はい、あんま野球が分かんなくて、はい、それでこうやって遊んでたらハマっちゃって、それを巨人ファンの人が一生懸命抜いてくれて、それであの巨人ファンの人優しいって言ってファンになってじゃあファンの方が優しかったから、優しかったから選手がどうじゃない、選手はそんなに、あ、どうですか野球は、ご自身が野球やったんですか。僕はあの運動神経がめちゃくちゃ悪くてやったんですけど、もう速攻やめました。 3ヶ月ぐらいで。何年の時ですか。小学校、まあそれも3年ぐらいですか。リトルリーグやったんですけど、もうついていけなくて、あとやっぱ兄が2人いるんですよ、芸人やってる。で長男もいるんですけど、2人の影響っていうのがかなり大きいですね。2人の、はい、お兄さんは運動神経いいでしょ。長男はあんま良くない。次男が芸人やってるのは相当いいですね。なるほどですね。野球って魅力ってどこですか。いやー、これもなんかでも確かに僕はですよ、やってないじゃないですか。要するに野球好きな人って野球経験者とやってない人って分かれるじゃないですか。僕はやれるんだったらやりたいんですよ、本当は。150キロとかを投げたいんですよ。やりますか。いやいや、で、いやいや、ちょっと待って、どういうことですか。いやいや、この、あの、はい、YouTube のメンバーで会社も含めてチーム作るんですよ。あります。いや、一応あのクラブは用意します。あ、本当ですか。だからやれるんだったらやりたいです。だけど下手だから、いや、あのもう要するにプロ野球を見たいんですよ。自分ができないことを。いや、どこまで上手くなれるか挑戦しないですか。お、挑戦するんだったらいいですね。いや、僕が監督兼コーチ。マジですか。あ、いや、だからね、毎年あのアメトークの運動神経悪い芸人が出てて、はいはい、めっちゃくちゃ下手なんで出てるんですよ。だからそれをやって上手くなるっていうのもネタになるんで。ネタになるんですか。ただアメトークが今後やるかどうかしら間違いなくメンバーの中にザブングの松尾さんがいます。勝手は、それは決まったものなんですけど、反射の神経が良くなかったから。うまいっすね、絶対。反射じゃないっすよね。全然ないっすね。やれるんだったら、だから夢にまで見るんですよ。もうマウンドで、ジョーって投げてる姿とか。ちょっと、ピッチャーに憧れてるんですか。全部です。ホームランも。ピッチャーって、大体やっぱこう、チームの中心だから。それいきなりいきますか。いやいや、まあでもやっぱそうなんやるんだったらやるんだったらいきなりそんな夢の中にショートやってる姿が出てこないです。いや、もう階段一歩一歩登る夢は終わらないですか。そのピッチャーは最高だとしたら一番下は何なんですか。まあアマチュア野球で言えばライパチとか言いますよね。まあそう。でもライトってすごく僕の中では重要視してるから、はい、レフトで8番ですよね、最初は。最初はで、お、良くなったじゃないかっつって、うん、今度ショートやれ。ショートなんですか。いや、まあ、良くなったら、いや、もう段階は経てですよ。で、最後ピッチャーいうことで。いや、ちょっとやれるんだってやりたいですよ、普通に。ちょっとやってみましょうよ。え、本当に、本当に
いや、はい、嬉しいです。やりたいです、普通にやりたい、野球やりたいし、はい、いや一緒にもんなりましょう。いやいや、こいつが下手なんで僕は全然やってたんですよね。やってたんですけど、上手いとは言ってないですもん。でね、体弱いんですよ。めっちゃ弱いんですよ。2、3球で肉離れになりました。肉離れみたいになってる。いや、だからどこまでが同じぐらいですかね、はい、そう。いや、ちょっといっぱい、いや、同じぐらいだと思います。そんな下手なんですか。めっちゃ下手。俺キャッチボール、うん、結構できないんですよ。いやいや、それがいいじゃない。いや、それから教えるのがいいじゃん。一番上手くなって球団。じゃあ、卒業したいんですもん、俺、運動神経悪い芸人。そうそうそう、ね、はい、でもそれもワンチャン美味しいと思ってる。美味しいと思ってる。美味しいと、まあ、みんな反響あるんで。あれ、めちゃくちゃありますね。いや、あれさ、見て笑い転げるもんね。マジかと思うもん。ネタ番組とかね、面白かったよって言うよりも、あれの方が面白かったって言われる会社。いやいや、あれは子供とかみんなあっち見てますから、アメトークの。あれは面白い、面白い。あれはもう見て分かりやすく面白いですよね。あれもでもその野球が好きで、はい、野球好きです。NHK の BS からで、はい、球児園やってるんですか。そうですね。もういろんなテーマでやったでしょ。やってます。何が一番引っかかりました。やっぱでも記憶があるのは、やっぱファーストの回に王貞治さんにファーストのことだけ聞くんですよ、うん、でホームランのこと一切聞かないんですよ。多分機嫌が良くなって、もうずっと同じこと聞かれるじゃないですか。まあホームランのことは100万回も下がってるからね。ファーストの守備のことだけでいいのみたいになって、向こうが、うん、でも本当嬉しいんだよ。え、何が印象残ってます、そのファーストの守備で。いや、俺あんま覚えてないですよね。いや、結構突っ込んだ話もしてるよ。いや、そうですよね、球児園はもう、ええ、まあ、そうなんですけど、いざ言われるとそんなすぐパッと出てこないんですけど、いや、だからそういう、まあ、専門的なことじゃないですか。だから自分ができないから、うん、やったことないですよ、ね、やったもんだから、記録とかだけが好きなだけで、だから正直こうやってグラブこうやって取るとかっていう時も別に一言みたいなこと見てるんですよ。いや、でも見ながらいいとこ突っ込んでいくよね。あ、そうですか。うん、嬉しいです。見てくださってるんですよね、球児園。僕も出てるじゃん。あ、そうだ、出ました、出ました。俺さ、こうやって振ったらホームスチールで出てるんだよ。はいはい、ピッチャーとの間合いを取ってるから忘れてる。これね、球人あるあるなんですけど、はい、結構忘れてる。あるあるなんですか、これ。そうです、多すぎて莫大な情報量がありますからね。しかも細かいことを取るから、ね、そうっすよ、だから1球の入り方、はい、初球の入り方のこだわりだとか、だからそういうので撮るから、はい、それを忘れますよ、ね、そうすいません、はい、まあその中で一番印象残ったのが王さんということです。王さん、あ、そうですね。そっか、だからホームスチールの、あれホームスチールの回出ましたっけ。スタジオに来てくれる人と、あの VTR の人とかも行ってた。ああ、そうですよね。スタジオに行ったことないんですよ。あ、スタジオには出てないですよね。俺が腹立つんですよ。まあ、そっか、だからスタジオに来てないとなんかやってないって感じがするんですよ。あとサインのこと、サイン、あ、サイン出てましたよね。なるほど、はい、スタジオ行きたいよって言ってましたよ。そうそうそう、はい、言ってた言ってた。徳井さん出してよって完全に忘れてる。すぐ忘れてる。出演すら忘れてます。